妻屋の日々これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日々これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。あずまやの日々これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや言葉の処方箋があれば、そういったこともお話しいたします。なぜならば、歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。7月15日、今日は何の日？1571年の今日、島津高久が亡くなりました。そして1616年の今日、島津光久が生まれました。島津高久は戦国時代の武将で、島津氏第15代当主。島津光久は江戸時代前期の大名で、島津氏第19代当主、薩摩藩の第2代藩主です。島津氏といえば薩摩。幕末から明治にかけて日本を大きく動かす人物、人材がたくさん出た地域です。今日は島津氏の歴史をもうちょびっとだけ紐解いてみたいと思います。島津氏の初代は島津忠久といって、平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての武将です。本姓は、惟宗氏、惟宗の忠久で、生まれは大阪市の住吉大社。大阪？と思われたかもしれませんが、惟宗氏は古代に百済から渡来して帰化した旗氏の子孫ということで、旗氏は淀川中流から京都盆地にかけて勢力を有していましたので、大阪生まれでもおかしくはないです。島津氏の家伝によりますと、惟宗の忠久の父親は源頼朝だそうですが、真偽のほどちょっと不明。それとは別に、忠久は惟宗の広琴の子という説もありまして、惟宗の広琴が島津省、荘園の省ですね。島津省の省官として九州で勢力を拡大し、忠久の代になって源頼朝から正式にこの地の地頭、地頭ですね、に任じられたことで、島津姓を称することになりました。時代は一気に下って島津氏第15代当主の高久ですが、島津氏の中高の祖である島津忠義、実心祭という、後年は実心祭というんですけれども、島津忠義の嫡男です。つまり分家の子なんですが、本家に養子に入って跡目を継ぎました。薩摩大隅を手中に入れ領土拡大しました。この頃は室町時代なんですけれども、島津家は明や琉球と交易をしています。島津高久も琉球の将軍王と修行を結び、ポルトガル船などから銃や洋馬を輸入、馬ですね、洋馬を輸入し、産業、事業を起こしました。また高久はインド総督に親書を送るなど、積極的に外交にも取り組みました。鉄砲伝来は1543年ですが、種子島市から鉄砲が献上されると、数年後には実戦で使用しています。また1549年に来日したフランシスコ・ザビエルにキリスト教の布教許可を出しました。1600年の関ヶ原の戦いで島津家は西軍につきましたが、徳川四天王の一人、井伊直政の取りなしで、島津忠常、これは後の家久ですが、島津家久を当主として薩摩藩が成立しました。薩摩藩は琉球、奄美群島を支配しましたが、
琉球からは年貢よりもむしろ琉球を窓口にした中国との貿易によって利益を得、また奄美からは砂糖、これは黒糖でしょうか、による利益がもたらされました。島津氏第19代当主、薩摩藩の第2代藩主の島津光久。光久の治世は幕府の鎖国政策により海外貿易のによる収入の期待ができなくなっていましたから、金山の開発、神殿の開発、洪水対策などで産業振興による収入源の確保が基本政策となりました。光久は長命で50年も薩摩藩を支配し、38人もの子女に恵まれました。鹿児島の名所仙岩園はこの光久の命によって築かれたものです。また鹿児島の夏の風物詩である六月塔、地元では六月塔というそうですが、旧暦の6月ですから新暦の7月、ちょうど今頃の行事、夏祭りだと思いますが、これは、光久がこれを始めたと言われています。薩摩藩には郷土の風習のような制度がいろいろあり、その中で様々な人材が育ちました。そしてもともと庶民や多数の下級武士の多くは文盲でしたが、先ほど中高の僧と言いました島津隆久の父島津忠義が、通読すれば誰でも理解でき、藩の指定教育の核となるものとしていろは歌を作成しました。このいろは歌は薩摩藩にとっては末代までの聖典バイブルとなり、特にご覧の3つの句は家老が毎日復唱していたそうです。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。